ガッチナの紋章、ガッチナは、ロシアレニングラード州の西部にある都市。州都サンクトペテルブルクからは南へ 45km の近郊にあり、サンクトペテルブルクトップスコフを結ぶ道路や鉄道が通る。人口は88,420人。ガッチナの町は、ロシア皇族の夏の邸宅の一つである、ガッチナ宮殿で知られ、ロシアの歴史の舞台ともなってきた。 同宮殿はユネスコの世界遺産サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群のうちの一つである。ガッチナ宮殿19世紀のガッチナ宮殿ガッチナ宮殿の内装フィンジンの言葉ではハチナと呼ばれる。ガッチナの古名。ホトチノは1499年の記録に書出しており、当時はノブゴロドの領土だった。17世紀にはイングリアは 各国の争奪の対象となった。リボニアからスウェーデンへ渡り、最終的には大北方戦争によって、ロシア領となった。18世紀初期、新首都サンクトペテルブルクが、ネバ川川口に築かれ、その近郊にあたるガッチナは1708年に、ツァーリ・ピョートル一世から、妹のナタリア・アレクセイブナに送られた。1716年にナタリアが死ぬと、ピョートル一世はこの地に、 病院等を建てている。1765年、エカチェリーナ2世はガッチナおよび、周囲20カ村を購入し、お気に入りの軍人グリゴリー・オルロフに与えた。1766年から1788年にかけ、オルロフは600室以上もある重々しい宮殿を建設し、7平方キロメートル以上の面積を有し、動物園や、 旧社も備える広大なイギリス式庭園を築いた。アントニオ・リナルディ設計による外線門はモスクワ。この外線門は宮殿の印象的な入り口をなしている。ガッチな宮殿は後に様々な皇族が増築していった。内装はリナルディ及びヴィンチェンツ・オブレナが設計した、露石りの床、天井画の描かれた天井、イタリア製の家具などが室内を飾っていた。 エカチェリーナ2世は、ガッチな宮殿とその庭園を愛し、1783年に、オルロフが没すると相続人から宮殿を買い上げ、息子で、将来のツアーリとなるパーベル・ペトロビチに与えた。パーベル1世は18年間ガッチな宮殿を所有した。皇太子時代のパーベルは、自らの財産を投じ、ヨーロッパ旅行の経験を生かして、ガッチナの町と宮殿を、 ロシアの模範となるよう増改築していった。1790年代には宮殿を拡大した上で、ほぼ改築し、内装も新古典主義様式へと改めた。また庭園には橋、門、パビリオンなどを多数追加していった。パーベルは、父のピョートル3世同様に、プロイセン王国に傾倒しており、エカチェリーナ2世のプロイセンに対する憲法にもかかわらず、宮殿も兵士もプロイセン風にさせて、 越ッを楽しんだ。1796年11月、母エカチェリーナ2世が倒れるとパーベルはツアーリに即位し、ガッチナをロシア皇帝の公式の居所と定め、ガッチナを死に昇格させた。皇帝になってからは、ガッチナの黒子の湖畔に、自らが総長となった西洋派ね騎士団のために、プリオラチスキー宮殿を建て、1799年8月23日の、 直例でこれを騎士団に寄付している。ガッチナの生新女飛行大聖堂パーベルは貴族たちや将軍たちの不満を買い、サンクトペテルブルクのこの衛兵たちはパーベルをガッチナの野蛮人と呼んで嫌った。1801年にはクーデターでパーベル一世は殺され、ガッチナの宮殿と庭園は1801年から1828年までパーベル一世の皇后だったマリアフヨドロブナの。 所有となり、その後は息子のニコライ一世が1828年から死去する1855年まで所有した。ニコライも宮殿と庭園に手を加え、特に宮殿に武器庫を加えた。ニコライ一世とその家族はこれを夏の宮廷とした。1851年には、ニコライ一世は父パーベル一世の記念碑を宮殿の前に建てた。 1854年には、サンクトペテルブルクとガッチナの間の鉄道が開通している。ガッチナ市は、周囲の町や村を併合して大きくなった。次の皇帝アレクサンドル2世は、ガッチナを第二の住まいとした。彼は、資料のために関係者の泊まる、資料村を築き、ガッチナの南部に陰遁所を設け、友人や品格と、北西ロシアの手付け数の森の中で過ごすための、 別荘を建てた。ガッチナ宮殿の空撮アレクサンドル三世は、ガッチナ宮殿で育てられ、生涯、ガッチナを主な住まいとした。父アレクサンドル二世の1881年3月1日の暗殺事件にショックを受けた、彼はガッチナでほとんどの時間を過ごした。人々はアレクサンドル三世が引きこもるかのように住み続ける、ガッチナ宮殿を、 その反動的な諸政策から先制君主の城塞などと呼んだ。アレクサンドル3世はガッチな宮殿に伝統や水道管、下水道網などを近代的なシステムを導入している。最後のツャーリニコライ2世は若い頃を父母らと共にガッチなで過ごした。母マリア不要泥ブナはパトロンとしてガッチな死を呼びガッチな宮殿などを整備した。 ガッチナに作られたモノレールガッチナ市街地かつての古事学院1900年のパリ万博ではガッチナはロシアでも最もよく整備された都市との栄誉を受けた生活の質、教育、医療、安全などはロシアの都市の模範とみなされていた主な病院はマリアフヨードロブナやニコライニセイなど皇族が支援を行っていた19世紀末には ロシア最初期の飛行場が作られた。極技飛行や第一次世界大戦での戦闘でも知られたパイロットピョートル・ネステロフが訓練を受けたのもガッチナであり、自身にとって初の長距離飛行となるキエフへの飛行へとガッチナから飛び立った。この時期にロシアの航空産業の溶卵の地となったことから、後に航空工学や航空機エンジンの研究の中心になっている。 1917年までガッチナ、ニコライ二世は年に一度ガッチナで行われる越平式に出席していた。ロシア革命でツアーリは倒され、ロシア内戦では赤軍とニコライユデイ日軍の激戦地となった。ガッチナ宮殿と庭園は国有財産となり、博物館として公共に開放された。 1923年から1929年までは革命の主人公の一人レフ、トロツキーの栄誉を称え、ガッチナ氏はトロックと改名された。しかしヨシフ・スターリンが共産党書記長となり、トロツキーが追放されると、トロックはクラスノグバルジェイスクと改名された。ガッチナという名に戻ったのは、独祖戦の最中の1944年である。独祖戦では、ガッチナは、 ドイツ軍により1941年から1944年まで占領され、ドイツ国防軍上級大将、ゲオルク・リンデマンにちなんでリンデマン・シュタットと改名されていた。宮殿の美術品はドイツ軍に持ち去られ、荒らされた宮殿や庭園は戦闘で、さらに破壊され、ドイツ軍は撤退時に宮殿を破壊して去っていった。再建不可能と考えられた宮殿は、 1976年より修復工事が続けられ1985年から一般公開も始まった。いくつかの部屋の内装は元通りになるよう職人が作業し、修復の終わった部分は一般公開されている。戦後に取り戻した美術品もガッチな宮殿に収められている。一方で、アレクサンドル三世の部屋など、閉鎖され再建未着手のままの部分も多い。 ガッチな市街地名 -21 のモニュメントガッチな市には多数の国防産業が集積している。また、ペテルブルク核物理学研究所などでも名高い。ありがとうございます。